内藤証券投資調査部高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。本日もですね、いつものように日経平均の位置、そして銘柄の紹介といたしまして、3436のサムコですね、こちらの紹介をしたいと思います。まずこちらですね、225の25日の騰落レシオになります。これ昨日時点なんですけれども 82.67 というふうになっております。100が中立、70が底値と言われております。でこちら見ていただきますと、80ですね、このあたり、80を下回ってくるとやはり反発してくるというふうな状況になっておりますので、今現在ですね、どちらかというと、底値というに近いというふうな状況かと思います。こちらはですね、日経平均の位置と先行きです。この指標も昨日時点ですけれども、 PR の方は 14.1 倍、 PBR の方は 1.29 倍です。 BPS、 こちら PBR の 1.0 倍の水準ですね、 22,000円台です。 EPS の方が2000と40と3円、この水色のこの棒グラフですね、ここ足元なんですけれど少し上がったり下がったりですが、まあほぼこの2000台というのをキープしております。200日の移動平均ですね、これが 28,796円というふうになっております。でこの来期ですね、225の銘柄、こちらを集計しております。そうしますと営業利益なんですけれども、来期です、これはプラスの 12%、 EPS の方ですね、こちらはプラスの 2% というふうになっております。ですのでですね、この EPS の方、これ来期を表しておるんですけれども、業績としては今期ですね、この大きな改善があった後横ばい、来期の方も今の時点としてはこれ横ばいになります。ですのでこの EPS ですね、来期この伸び率 2% ということですのであまり変わりません。で PR の平均15倍ですね、これをかけますと3万1000円台というふうになっております。足元ですね、3万円割れております。でここのこの中ですけれども、例えばバリエーションですね、これは割安感があります。株式の需給の方は今年に入りましてから外国人株ですね、外国人投資家約1兆6000ぐらい売り越しております。ただ足元ですね、行ったり来たりありましたけれども、3ヶ月ぐらいでは買い越しに転じております。で国策の方ですと、これから選挙がありまして、これから政策が出てくると思います。為替も今円安になってプラス、コモディティは高くなっておりまして、日本から全体で見ますとマイナスの方だと思います。そのように見ますと、こちら金融政策はほぼ中立ということだとしますと、バリエーションですね、この国策ですとか為替プラスの要因、3つ4つあります。それほどですね、先行き、悲観的になる、状況ではないと思います。こちらはソックス指数になります。指数の方3412ということで、こちらですね、ほぼ横ばい圏、ボックス圏というふうな状況になっております。WTI の原油ですね、これは 82.5 というふうになっております。ここ 82.5 ですね、80を突破しまして、かなり高くなってきております。いわゆるこのコストですね、コスト的から見ても大丈夫ですし、サウジのこの財政のこの数字、これから見ても上がってきております。日本でもですね、これからいろいろ原料高といったところで苦しむ状況が出てくるのかもしれません。ややここスピードが速く高いなというふうな印象です。こちらはですね、市場別の騰落率となります。起点は今年に入ってからというふうでなっておりまして、マイナスですね、こちらマザーズのみというふうになっております。トピックスの方がプラスの11、対しまして日経平均ですね、 5% というふうに、こちらやや差が開いておるというふうな状況です。次はですね、主な業種別の騰落率です。これも今年からというふうなことになっております。WTI の原油ですね、上がっておりました。こちら業種別でも石油絡みですね、上がってきております。でサービスですね、今年比較的好調です。コロナの時代にいわゆる半々ぐらいで、そのプラスになる企業マイナスにある企業あるんですけれども、今年はですね、どちらかというとサービスのこの改善、こちらの方が強く出ておりまして、比較的堅調です。こちら情報通信ですね、一方というところでは昨年非常に伸びました。そのリモートですとかその絡みです。それがですね、今年はなかなか厳しい状況。医薬品ですね、これもいわゆるピークが過ぎた、もしくはそのコロナ絡みですね、海外の企業が率先してそのものを出してきたといったところもありまして、厳しい状態が続いております。
次はですね、こちら東証一部の新高値と新安値になります。こちら、このちょっと紫色に見えるところですね、これが新安値というふうになっておりまして、足元ですね、日経平均、ほぼボックス圏というふうな状況かと思いますけれども、ややですね、この新安値の方が多くなってきております。でこの1週間ですね、新高値の銘柄、どのような銘柄があったかといいますと、この1番と2番、このウェザーニュースと片倉工業、こちらの方は日々期間中新高値を出しておりました。その他は3回4回なんですけれども、時価総額の多い順に並べてあります。でここを上がってきとるというのがですね、例えばキヤノンですとか、あたりですかね、いわゆるアナリストの見通しが変わったという決算の前に、ほぼ自信があるといったところでやや強く出てきた、それで上がっているというふうな状況です。NTT データの方は、いわゆるですね、デジタル庁、この絡みというので上がって、そのまま上昇基調が続いておるというふうな状況。あと自動車ですね、トヨタとか、日産ホンダではなくて日野自動車、三菱自動車、こういったところがですね、先行されておったというふうな、形になっております。それではですね、本日の銘柄を紹介したいと思います。本日は3436のサムコですね、こちらの紹介をいたします。こちらサムコですけれども、半導体シリコンウェア大手です。新越化学と二強というふうな状況です。でこれからのポイントですけれども、いわゆる値上げはしております。この値上げ幅といったところですね、どうなるかといったところを見たいと思います。会社なんですけれども、次の四半期、その計画を出してきております。12月決算でして、今2級まで出ました。3級なんですけれども、前年同期と比べると 11% 増、利益の方は 15% 増というふうにしっかりとしております。でこちらはですね、四半期ごとの売上高と営業利益になります。この18年12期ですね、3級4級かなり高い水準でした。ちょうどこの時期はですね、トランプ大統領の時代でして、米中の貿易摩擦、これが非常に報道されておりました。そのためですね、いわゆる長期の契約している価格とスポット、その都度その都度価格交渉するというふうなウェハーがあるんですけれども、サムコはですね、台湾の子会社がスポット契約しております。そこでですね、非常にこの価格の方が上がって利益の方も出たというふうな状況です。そこから落ち着きまして、この 19.12 期、20.12 期ですね、こちらの方は横ばい圏というふうなところですが、足元に来まして、またこちらですね、上昇基調になっております。こちらはですね、年度ごとの売上高と営業利益になります。今申したように、この 18.12 期ですね、ちょうど米中の貿易摩擦がありました。スポット価格が上がっておりましたので、上がってきたというふうな状況です。半導体自体はずっと、マーケットですね、好調が続いております。で、21年頃ですね、18年の頃は21年頃にはもうウエハーが足りなくなるので、増設しなければいけない、値上げをしなければいけないというふうな話がありました。そこでかなりその在庫を積み上げたりというふうな動きがあって、高い利益が出ておりました。それがですね、落ち着いておりますけれども、この水準としてはですね、かなり高い水準となっております。でサムコですね、九州にですね、300ミリウェハーの設備投資、こちらの発表をしまして、約1200億円、資金調達をいたしました。今ちょうど九州といいますと、ソニーですとか TSMC、さらにデンソーなども入りまして、最先端ではありませんけれども、いわゆるボリュームゾーン、30ナノ、よりも下、そういったところの半導体を作ろうとしております。この基板がないと、シリコンウェアがないと始まらないというところがあります。先駆けてですね、この資金調達をいたしました。今後はですね、投資をして回収していくというフェーズに入っていきます。これからもう一度ですね、この業績上がる可能性も高いというふうに考えます。先に資金調達をして、もう、投資をする、このような発表をしたとき、これは、比較的ですね、この株式市場としては好感されるかと思いますので、この後ですね、株価の推移、業績の推移見ていきたいと思います。以上、7110マーケットでお送りいたしました。